働く女性の悩み調査日雅紀独身孤立し困窮する女性たち切実な実態調査非正規で働く子供のいない35ケラ54歳の独身女性が困窮し孤立している実態が公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会などの調査で分かった。病気になったら生活が破綻は単する一人で老後まで生活できるか不安。様々な支援策からも漏れ寄せられた声は切実だ。昨年10月にインターネットでアンケート、一般財団法人大阪市男女共同参画の町創生協会なども協力し、全国261人から有効回答を得た。現在の年収は150万円以上250万円未満が4割、150万円未満の人が3割で年齢が上がるほど比率が高かった。現職の契約期間は1年未満が4割余り、3割が仕事を掛け持ちしていた。非正規職に就いている理由は、正社員として働ける会社がなかったが6割を超えた。親の介護で貯金を使い果たした54歳、いつまで働けるかわからず元気なうちに死にたい42歳など収入や雇用継続への不安が多く聞かれた。仕事につながるスキルアップのほか、孤独居場所がないとして同じ立場の人との交流や相談の場を求める声もあった。近く役目が終わればすぐ席はなくなる。外資系証券会社で契約社員をしていた川崎市の女性42は昨年12月職を失った。1ヶ月ごとの更新手続きで契約満了と言われただけ。勤めたのは5ヶ月間で失業手当を受給できる資格はなかった。音楽の専門学校を卒業後、小劇場に正社員として就職。業績悪化による閉館を前に退職し、10社余りを非正規で渡り歩いた。民の声に続く。